神戸弘陵学園高等学校対淡路ブレイブオーサンズの試合に先立ち、両チームのメンバー並びに審判員を紹介いたします。先攻は神戸弘陵学園高等学校 A、 1番キャッチャー高木さん、背番号29。2番ライト矢島さん、背番号9。3番レフト堀さん、背番号32。4番ファースト山崎さん、背番号89。5番指名打者山田さん、背番号22。6番サード早川さん、背番号3。7番センター飯島さん、背番号61。8番ショート小池さん、背番号17。9番セカンド津田さん、背番号1。先発ピッチャーは阿部さん、背番号12。高校淡路ブレイブオーシャンズ、1番センター難波さん、背番号53。2番サード東谷さん、背番号5。3番キャッチャー泉さん、背番号26。4番ショート星川さん、背番号6。5番レッド樋口さん、背番号8。6番指名打者城貝さん、背番号7。7番ファースト桑原さん、背番号55。8番ライト横田さん、背番号62。9番セカンド中本さん、背番号23。先発ピッチャーは大向井さん、背番号18。審判は球審寺坂、球審寺坂、塁審竹本、塁審竹本。以上、医師によって行われます。守ります淡路ブレイブオーシャンズのピッチャーは大向井さん、キャッチャー泉さん、ファースト桑原さん、セカンド中本さん、サード東谷さん、ショート星川さん、レフト樋口さん、センター難波さん、ライト横田さん。Thank you.
1回の表、神戸弘陵学園高等学校の攻撃は、1番、キャッチャー、田垣さん、キャッチャー、田垣さん、背番号29。
サード倉下美さん背番号5。2回の表、神戸弘陵学園高等学校の攻撃は、4番、ファースト、山崎さん、背番号89。
野田真希もかわいそうな判定でした。飯島さん、センター飯島さん、背番号61。2回の裏、淡路ブレイブオーシャンズの攻撃は、4番、ショート、星川さん。ショート、星川さん。背番号6。
5番レフト樋口さん、レフト樋口さん、背番号8。6番指名打者白貝さん、指名打者白貝さん、背番号7。7番ファースト桑原さん、ファースト桑原さん、背番号55。Thank you.
2番ライト矢島さん、背番号9。Thank you.
3番キャッチャー泉さん背番号26。
4番ファースト山崎さん、背番号89。
番指名打者城貝さん背番号7。
小池さん、背番号17。
背番号55。神戸弘陵学園高等学校の攻撃は
3番レフト堀さん、背番号32。4番ファースト山崎さん、背番号89。5番指名打者山田さん、背番号22。
飯島さん、背番号60。Yeah.
4番ショート星川さん、背番号5。
62。神戸弘陵学園高等学校が勝ちました。